はい、皆さんこんにちは、アリクスです。そしてこの新しい鬼滅の刃第7話のリアクションビデオへようこそ。前回あの二人の兄弟、炭治郎と禰豆子ちゃんが強くなって何かの変化があったそうなんだけど、その戦いがまだ全然終わってないので、だからその続きを一緒に見ていきたいなと思ってます。では行ってみましょう。 OK、 レッツゴー。再生力が上がって力も上がったな。ドゥドゥドゥ残響。これ変化って読むのかな。変と何かから変化かな。おお、本当にやばいね。なんで切り落とした足が私の背中を貫通してるのよ。怖っ怖っ。そんな、私の再生力を上回ってるじゃない。What？ それはちょっとね、本当の鬼になったみたいだ。その笑ってる顔がちょっと兄ちゃん好きじゃないね、正直。姉ちゃんじゃなくなる。目覚めた。もう完全に勝ったみたいだけど、首を切った。細かく切断して帯に取り込んでやる。ん？死んでない。何それ。止めた。切断できてない。血が固まって。わーっと何が起きてる。あの時の火。What？ バケモノになった。わー、もう戦えねえな、あの鬼。完全に負けた。全部破壊してる。この遊郭はもう戦争場になった。あ、人間を元に戻るのか。あ、逆に食べたいか。我慢してよ、禰豆子。早く。禰豆子、ダメだ、耐えろ。ごめんな、戦わせてごめん。俺が気を失っている間、どれだけ傷つけられたか分かる。痛かった、苦しいよな。ごめんな。眠るんだ、禰豆子。眠って回復するんだ、禰豆子。禰豆子。おーし、やばいな。よくもまあやってくれたわね。怖いな、これ。血気術も使えるの。しかもこれなかなか治らないわ。ものすごく尺に触る。もう完全に頭おかしくなったな。人がいる。すぐ攻撃が来るぞ。今柱たちが建物ごと切断される。来ないと。禰豆子を話して大丈夫か。ああ、来た、ようやく。おい、これかまど禰豆子じゃねえか。派手に鬼が進んでやがる。親方様の前でお見切ってたくせに、なんだこの手たらくは。何言ってんの。やれなって言ってねえぞ。今その話か。知らねえ、そっちから来たの。うるせえな、
お前と話してねえよ。失せろ、うん、お前上弦の鬼じゃねえだろ。ん、弱すぎなんだよ。俺が探ってたのはお前じゃない。どういうこと。何よバカなこと。はあ、さっき切ったか。これだけでこうやって死ぬの。本当に上弦の鬼じゃないの。お、見つけたのか。山の神、伊之助様の。山の神じゃねえぞ。死んでいる。切った。そんな簡単に。首が落ちてる。宇髄さんが切ったのか。早いね、やっぱり。戦いはまだ終わってねえぞ。ぐずり出すようなバカガキは戦いの場にいらねえ。止まらないな。ダメだ、俺の声が届かない。全然聞いてくれないよ、うん、母さん。子守歌でも歌ってやれ。子守。うん、ナイスアイディだ。こんこん小山の子ウサギはなぜお耳がなごんござる。はい、この母食べたゆえ、それでお耳が。意識が戻った。この曲知ってるわ。こんこん小山の子うさぎはなぜにお目目があこござる。あこござる。小さい時に母さん。綺麗声ですね。お母さんの目々が赤いのは、うん、お腹の中にいた時にお母さんが赤い木の実を食べたから。ふん。涙まで。戻ってきた。元に戻った。この小さくて可愛いねずこちゃん。もう寝てる。ちょっと待ちなさいよ。どこ行く気。よくも私の首を切ったわね。ただじゃおかないから。まだギャーギャー。死んでない。もうお前に用はねえよ。地味に死にな。ふざけんじゃないよ。だいたいあんたさっき私が上弦じゃないとか言ったわね。だってお前上弦じゃねえじゃん。私は上弦の6よ。だったらなんで首切られてんだよ。弱すぎだろ。今はまだ6だけど、これからもっと強くなって。説得力ね。バカにしてるね。泣いてるか。泣いちゃった。ギャン泣きじゃねえか。嘘だろ。いやいやいや、それよりこいついつまで喋ってんだ。みんな起きねえ。何それ。首切られた。首切られちゃった。お兄ちゃん。お兄ちゃん。こいつが本物の上弦の鬼か。泣いてたってしょうがねえからな。首くらい自分でくっつけろよな。おめえは本当に頭が足りねえな。変なお兄ちゃんだな。首を落としたのに死なない。
背中から出てきたもう一体は何だ。妹の体の中にいたか。じゃねえ、大事にしろ顔はな。わーっと、ここ可愛い顔に生まれたんだからな。きっと、へー、怖いな。攻撃止めたな。ブサイクだな、あんたは。この顔いいな、肌もいいな。この戦いがこっから始まるな。優に超えてるな。何の話してんの。さぞかしもてはやされるんだろうな。ねたましいな、ねたましいな。死んでくれねえかな。そりゃもうめっちゃ変なやつが出てきた。生きたまま生皮はぐれたり、腹をかっさばかれたり、それからな。お兄ちゃん、こいつだけじゃないのよ、まだいるの。私を焼いたやつらも殺してよ。俺の可愛い妹が足りねえ頭で一生懸命やってるの。いじめるようなやつらは皆殺しだ。取り立てるぜ、俺はな。やられた分は必ず取り立てる。死ぬ時ぐるぐる殴ろう。どうなるのかな。俺の名は牛太郎だから。牛太郎か。OK、レッツゴー。かまっている。回転して戻っていく。さっきの帯鬼とは武器が違う。どういうことだ。やっぱり他の鬼がいたね。俺が来たぞ。うん、来ちゃった。頼りにしろ俺は。伊之助、レイゼ。俺様、伊之助様。何かできるのかな。すまない、俺は禰豆子を箱に戻してくれ。少しの間だけ許してくれ。許す。ありがとう。許す。ねえ、たましいな。こっちは人間を守って、いい男じゃねえかよ。あっちは鬼の妹を守ってるね。格好つけてな。いいな。俺は派手で華やかな色男だし、当然だろ。女房も三人いるからな。ええ。前女房が三人もいるのかよ。ふざけるなよな。ブサイクのは羨ましいね。うわぁ、何それ。鉄器術ばっかりだね。無水派のような血の斬撃、めっちゃキレ。これかばいながら捌ききれねえ。なんだ、爆弾はぜたぞ。一回落ちたな。逃がさねえからな。曲がれ、飛び地だな。何それ、めっちゃ強い。そうめっちゃ強そうね。斬撃自体操れるのか。敵に当たって弾けるまで動く血の斬撃。兄貴の首を切ればもろとも消滅するのか。兄貴が本体なのか。そこはね、二人を、ね、この音からして二人の首を切ったら同じ時に。全部を爆発させる。ま、一筋なにゃいかねえわな。俺たちは二人で一つだからな。そうだったか。オッケー。じゃあ本当は最初から二人だったね。一人か二人かよくわかんないんだけど、その二人が一つの体に。それはこの二人の体が融合できるって感じかな。とりあえずこっからは、期待してた柱の戦いがこっから始まってるので、本当に次のエピソードも楽しみにしてる。すぐその続きで見ていきます。では皆さんが相変わらず体を気をつけて、またね。